オロフペータ、シュバリツオロフペータ・シュバルツは、スウェーデンの植物学者、分類学者である。シダ類の分類学研究などで知られる。ノーショーピングで生まれた。ウップサラ大学で、ショーリンネの下で学び、1781年に学位を得た。1780年には、何人かの植物学者とラップランドの探検調査に参加した。1783年に、来た。 アメリカや西インド諸島にわたり、ジャマイカやイスパニョーラ島などの植物標本を集めた。シュバリッツの集めた6000に及ぶお芝標本は現在はスウェーデン自然史博物館のレガネリアンハーバリウムの一部となっている。1786年にイギリスにわたり出会ったジョセフ・バンクスに知識を認められ、東インド会社で働くことを勧められたが実現せず。 1787年にスウェーデンに戻った。後にイギリスでの経験から科学アカデミーに植物採集への助成金制度の設立を提案した。1789年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。1791年にストックホルム科学アカデミーのバーギニス教授職に任じられた。 卵化の植物の分類学研究のパイオニアで、卵化に関する文献のレビューを行い、25の属に分類し、卵化の花の構造の際について研究した。ヨハン・クリスチアン・フォン・シュレーバーによって、豆科の属、スワルツェアに懸命された。SW は、植物の学名で命名者を示す場合に、オロフ・ペータ・シュワリツを示すのに使われる。ありがとうございます。